I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。どのモード？よし。さあ、うん。俺はやっ彼の力はゾンビにも及ぶのだよ。やれやれだぜ。本当に奴らは信仰心ってやつがちと足りねえようだぜ。さて、次はおめえが来るか。奇妙な因縁を感じないか。私たちは今宿命の場所にいる。このジョースター邸こそは全ての始まりだった。我が友はここで己の宿命と出会い、大いなる高みを求める道を歩み出したのだ。それは人々を救うしるべとなる道。かつて星明かりを頼りに船が航海したように、彼と出会った者は彼に導かれ、彼の示す天国を目指すこととなる。人の出会いとは重力であり、出会うべくして出会うものだからだ。
そしてそれこそが真実である。真実を得た者は幸福である。人類は彼によって救済される。これが私の求めたもの、アイズオブヘブンだ。これもまた奇妙な因縁。この宿命の場所でお前たちを始末するのはな。ディオの能力を話す気はねえってことだな。それじゃあせかすようで悪いが、力ずくで聞かせてもらうぜ。実際をディオに言った。オープンだけしてやられた。全力で見極めた。やばい。気に入らない奴はとりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。気に入らないやつは、とりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。やれやれだぜ。くたばりやがれ。さあいいな、ディオの能力を。愚かな、お前だごとき薄っぺらな藁の家が深淵なる目的の私とディオの砦に踏み込んでくるとは。だが同時に奇妙な安心をも感じるよ。今我が友の成功を確信したのだから。
我が友の言った通りなのだから。お前たち36の魂はディオに捧げられるための生贄。何？捕まるわけにはいかない。ジョセフのスタンドアーミット・パープルは頭の中で考えていることも読み取れるからな。この地球では海と陸地の割合が7対3で決まっているように、生物の魂の数も決まっている。魂の全体の数は常に一定ということだ。だが複数の魂をたった一人の人間が所有できるとしたなら、彼は何を見ると思う？彼の先にはどんなことが起こる？私は彼についていきたか。彼が世界でなすことを見たかった。ディオ、神を愛するように君のことを愛している。36の魂、いけにえだと。Now I'm just leveling up my characters, so please enjoy that. I'm only going to do one level up and then I'll do the rest off video. てめえはこの空城城太郎が直々にぶちのめす。ここで決着をつける。オープンザゲーム。彼の力はゾンビにも及ぶ。
本当に Hope you enjoyed the video. Please like, share, and subscribe.